白い巨頭白い巨頭の登場人物、財前五郎財前五郎は、山崎と子の小説、白い巨頭に登場する架空の人物、同作の主人公、何は大学医学部医学科卒業、何は大学大学院医学研究科博士、家庭修了、医学博士、何は大学病院第一外科助教授、後に第一外科教授、 身長高尺六寸、筋肉質の体格の人物。傲慢で上昇志向が強いが、助教授時代から大学での臨床講義を熱心に行い、胃の法合法である、在前式法合を考案するなど、医学者としても、情熱を持っていた。だが、教授になった後、縦割り意識にとらわれて、里見修司らの忠告に耳を傾けなかったために、佐々木洋平を死なせてしまい、 医療裁判に巻き込まれる。さらに学術会議会員選挙などの雑事に暴殺される中で、医局員を票のための手駒扱いし、裏切ったものを容赦なく切り捨てるなど次第に人間味を失っていく。高訴心敗訴後は、最高裁での勝訴を誓うとともに、迂回を抜いて医学界の頂点に立ってやろうという野心まで抱くようになったが、志半ばでの病により挫折と苦悩。 絶望のうちに死を迎えた。いついかなる時も、手術の基本を忘れないように時折、鼻歌混じりに、手術のイメージトレーニングを行う。原作では、良き家庭人としても描写されているが、映像版では1978年版以外、すべてカットされている。また原作での続編に描かれた、金沢での眼学会参加や、それに続く黒部観光の場面も、映像版では、 再現されていない。名前の由来は、財前は、女系家族のプロデューサーであった、財前貞ダから、五郎は、名字の自覚が多いためにスッキリしたものをという、理由から決定した。岡山県は家軍生まれ、実母は黒川絹。小学生の時に小学校教諭をしていた父に死なれ、母の内職と父の残してくれた財産で、高等学校まで進み、 特殊科である郷里の医師、村井清井の支援で、何和大学医学部に入学。訓学生ながら、奨学金を得て、猛勉強を重ね、恩人、村井の地規で、五郎の実力を高く評価した大阪医師会の、実力者、財前は大地の娘、安津の婿養子に迎えられ財前五郎となってからは、財前産婦人会員という強力なスポンサーと、実力で助教授にまで登り詰める。 義父の建ててくれた西宮市宿川の豪邸に在住。安洲との間に次男がおり、息子たちには愛情を注いでいる。また、悠久女子となって、以降、貴重な給料を割いて、故郷の母、絹枝、彼女が亡くなるまで仕送りを続けた。愛人であるバーアラ人のホステス、花森恵子は、女子医大中隊であり、財前が心を許せる数少ない相手の一人である。 大学時代からの同期生である、里見修士とは、進む道も考え方も全く対照的であるが、お互い良きライバルとして、また良き理解者として接している。食道風門眼を専攻し、食道、異分合術を得意とする財前は、食道外科の若き権威者と評され、手術の腕前は師である教授、東ずま造の腕を遥かにしのぐとされた。その実力から、財前は、 周囲から、磁気教授就任を確実視されていたが、野心家で悪の強い財前が、しばしば東教授を差し置いてのスタンドプレーを行った、ことなどが、東の教授を逆なでする。財前の存在を不快に感じた東は、退官後の自分の影響力低下を危惧する思い、などから、母校、等と大学外科教授の先備通るに、候補者の推薦を依頼。 財前排除を図る動きを見せるようになる。これにより、千尾の弟子にして、心臓外科の大家である、東野長女、最古の配偶者に期待された、菊川昇が候補となり、財前を心よく思わない、整形外科の野坂教授も、財前の前任者、笠西博士を次期教授に推し、これらが財前への資格として送り込まれることになる。財前の教授就任のため、義父、 マタイチを中心とする講演者たちは、つさまじい政治工作を展開、一局員の行き過ぎた妨害作戦や、病理学教授、大川知恵への怪獣行為などが裏目に出るなどもしたが、財前は、僅差で、教授選挙に勝利、念願の教授の椅子を手に入れる。ところが、自らが執刀した、噴門眼患者の佐々木洋平が執刀後の、報読中に死亡。 診察時の不誠実な対応と術後に診察すらしなかったことで遺族から医療訴訟を起こされたが一審では勝訴する。その傍らで、鵜会医学部長の勧めで日本学術会議選挙に立候補し当選を果たす。しかし、不正や偽証を強要した柳原博士と江川が真相を証言したことが決定だとなり、医療訴訟の控訴訟で逆転敗訴。 自らの腕前を過信して注意義務を怠った国立大学の教授という立場に鑑み厳しく責任を問うという判決内容に激怒しマスコミにこんな判決がまかり通れば日本の医学界は診療せざるにしかずなさざるにしかずの医縮医療に陥ってしまう最高裁に上告だと叫んだ直後に脳貧血を起こして倒れる翌日 最高裁へ上告した後に行った検査の結果、財前の体は医学部の胃がんに蝕まれており、財前には別の患者の X 線写真を渡して、胃潰瘍だと説明された。しかし、家内が早い入院、手術を進めたことと、臨床医としての経験から胃がんと胃潰瘍の併発を疑い、翌日休養をとって密かに、里見の検査を受ける。結果は、財前の予想通りだったが、 里見も、真実を隠して、異界用と説明する。財前の意思を知った、里見の懇願により、死である、あずま定蔵執刀のもと、手術が行われたが、すでに手術不能の状態まで進行しており、わずか20分で何もせずに縫合された。そして、里見の懇願によりお、FU の投与が決定される。手術直後から財前には、食欲不振などの症状が出ていたが、 術後一週間目からの 5FU の投与により、一旦は症状が改善される。だが、観光例が敷かれる中で、財前の病状は次第に進行し、術後三週間目になって、食欲不振がぶり返し、5FU の副作用の下痢が出たことと、観点医による横断が出たことなどによって、財前の疑念は確信に変わった。課内を激しく問い詰めたが嘘を重ねるだけだったため、 もういい、と追い返す。もはや部下でさえ信用できなくなった財前は里みを、予備自らの病についてといただすが答えて、もらえなかった。それに対し、眼専門医の僕が、自分の病状の真実を知らずにいるのはあまりに、残酷だと愛想するように訴え、本物のカルテ等を見せてくれるよう、うかい医学部長らに頼んでほしい旨、里みに依頼する。里みは、 対応を協議していたうかいたちに、財前が真実を知ったことを伝えたが、財前の元には戻らなかったため、これが二人の最後の会話となった。病状を知られれば、ショックで死期が早まると、うかいが危惧していた通り、里見との会話の翌日から、財前の症状は悪化し、腹痛と、脊髄リンパ腺への転移による激痛に乗ったうちながらも、うめき声を上げず必死に耐えるなど、 ガ専門医としての教授を保とうとした。見かねた、また一の懇願を受けて、金井らは、モルヒネと硬膜外麻酔により痛みを抑え、抗体で、止まり込みの看病を行ったが、流動食さえ口にできなくなった財前は、急激に痩せ衰えていった。そして手術からちょうど1ヶ月後に、感性昏睡により上ごとを口にする。駆けつけた東、里見らが立ち会う中、 過去の出来事の情景、自分を裏切った柳原への憎悪、そして佐々木洋平の実後の往診に行かなかったことを、後悔する言葉を残して死去。1978年版高訴審敗訴直後に、倒れた際には、解放して、胃の X 線検査が必要だと告げた、里見の手を振り払い、君の指図は、受検と言って失神してしまう。 裁判の上告及び手術後の病状進行の描写は割愛され、横断発覚後に教授命令だ、カルテを出せ。と、自らのカルテを不調の静止を振り切って探すが偽物と確信。財前に涙ながらに愛想された里見は真実を語らなかったもののすべてを悟った財前は里見に向かって自分の過ちを認め、君と僕は 同じ教室で学んだ友達じゃないかといった、里見の手を取り替え込んの涙を流した。その後の死に至る、病状悪化も割愛されている。最後に発した、母さんは演じた、タミヤ二郎のアドリブ。1990年版原作に準じているが、迂回を追い出す場面は省略されている。2003年版、迂回学長らから財前に、初期の肺がんであることを告知したが、これは、 当時の CT 検査では胸膜に広がる、破腫の発見が困難な状況であり、手術してからステージ4と判明したが、その事実はまた一の混乱もあって、財前には隠された。しかし、抗がん剤の投与、たまたま手鏡に映った自分の顔から目が横断なことに疑問を抱き、そして右手に物をつかめないほどの痺れが生じたことで、自らのお転移に気づく。その夜、 里美が勤務する千成病院へ向かい、彼による単独診察の末、ステージ4にまで癌が進行し、余命3ヶ月であることを告げられている。すべてを水に流して、自分を助けようとする里美の申し出を断りつつ、心からの感謝を述べた直後、僕に不安はないよ。ただ、無念だ。と、涙ながらに本心を明かした。数日後、 関係を知っていた杏に勧められて、見舞いに訪れた稽古と屋上へ行き、僕は、里見のように患者と向き合わなかったかもしれない。だが、常に真剣にやってきた。多少手段を選ばなかったかもしれないが、それが、本当に責められることなのか、と心境を吐ろした。そして、立って、抱きしめあった直後倒れ、気得に陥る。最後は、東山大地。 京子らが病室から退出し、里見一人が残る。そして亡き佐々木に、ガンセンターへの転移を進め、転移ではない、僕しかいないんだ。世界は、代わりの人間が、二人で、二人で、里見、とつぶやき、里見に見とられて死去。2019年番抗訴審で、逆転敗訴した財前は、ショックのあまり法廷を飛び出し、裁判所の出入り口で、マスコミに囲まれ、 辞任など論外だ。カルテを改ざんしたのは、柳原だなどと言い出すが突然倒れてしまう。CT スキャンの結果、財前は、水臓岩に侵され、すでにステージ相場の状態まで進行していた。これにより、世界下可憐名理事選挙への立候補は、取りやめとなった。迂回の口から、まず安ズとマタに、この事実が告げられる。アズは財前への告知を待ってほしいと迂回に、 涙ながら求め、うかは病院内に観光霊を敷くよう、金井通るに命じる。これによって、財前は何は大学の医師たちから何も告げられなかったため、自分の症状を疑問に思い、単身肝がんセンター先端医療研究所の医師になった里見を訪ね、本当の病名を教えてほしいと頼み込み、初めて自分が膵臓癌であることを知る。財前は里見に、 手術を東に行ってもらうように頼み込む。東はこれを受け入れ執刀するが、すでに財前の水臓癌は、腹膜破腫を起こして、手遅れの状態であったため、何もせず方向された。術後の財前は、病室の時計から推測した、手術時間の短さからそのことを理解しており、東も腹膜破腫で嫉妬を断念したことを認め、自分の死が近いことを悟る。 その中で執刀医が診察に来てくれる安心感を痛感するなど忘れかけていた穏やかな心を取り戻していく医師として何もせずただ死を待つことに耐えられずリスクを承知で抗がん剤治療を早めることを里見に提案するなど最後まで生きる術を模索していたが里見に准教授時代からのもう一つの居場所であった大学病院の屋上に連れて行ってもらいそこで実家の実母である 黒川絹に電話し、相変わらず、仕事が忙しいが、もう少ししたら、楽になれると思うと口にしている。これが、生涯最後の母と息子の会話であった。その夜、財前は、水臓岩に起因する、出血性の脳梗塞を併発。上ごとを口にしながら、ああ、これが、しか、とつぶやき、午前3時39分に里見、東、暗図、またいち。 うかいらに見取られて死去。枕の下から財前が残した最高裁への上告理由書及び大河内教授への自身の願書検証が見つけられた。2019年版では大学病院の屋上で財前自身の手で里見に渡された。1978年版と2019年版では上告については一切触れられず。 医師としての良心に目覚めた財前が里見へ当てた感謝のみで2003年版では上国理由書並びに全2社を接置した内容になっていた1990年版では原作通り大河内教授宛に自身の癌に対する所見のみを記し病理解剖を依頼する旨を記載しているこれらの手紙に共通する文面は癌治療の第一線にあるものが 早期発見できず、手術不能の癌で死すことを心より恥じるという、財前の無念さが滲んだ言葉であった。2003年版は、この文で手紙は締めくくられている。1978年版は、それ以上に医学者としての道を踏み外していたことが、恥ずかしくてならん。しかし、君という友人のおかげで、 死に際して反省ができたことはせめてもの喜びだと、地位や名声に囚われていた自分を悔やむ言葉も綴られ、手紙の最後は、君の友情を、改めて感謝しますで締めくくられている。2019年版は、がん治療の第一線にあるものが、早期発見できず、手術不能のがんで死すことを心より恥じ、何は大学病院第一外科の名誉を傷つけて、しまったことを、 深くお詫び申し上げますとなっており、その前には、難治性癌である、水臓癌の治療開発を、里見先生と自らの手で成し得なかったことは痛恨、という、財前の無念さが綴られている。手紙の最後の文は、里見、ありがとう。いつかまた、きっとと里見への感謝を述べる文章で締めくくられている。手紙の文面は、2003年版は、辛さは、2019年版は、 岡田により語られるが、1978年版は、タミヤによる語りは途中までで、後半は、里見役の山本学が声を出して読んでいる。ちなみに、原作では、大学教授が在職中に死亡した場合は、大学病院内で病理解剖を行うのが、不分率となっていると記述されているが、1978年版、1990年版、2003年版の、 テレビドラマでは共に手紙の中で大河内教授による病理解剖を依頼する旨に変更されている。ありがとうございます。